はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、タワーバトルディオブランド編極上、こちらのフロア3ですね、攻略していきたいと思います。パーティーとステータスは、ご覧の通りです。ではビーティー見ていきましょう。まずはリーダー、リーダーは、黒キラですね。黒キラは何もつけておりません。続いて小太郎ですね。シルバーフェイク、京都の旅路、最高知能、ソナオンをつけています。続いて配布のカージーですね。見習い永遠の誓いをつけてます。そして警長ですね。スタンバイブーストサインをつけてます。ピンクスキルはつけておりません。では行きましょう。フレンドはディオですね。ディオブランド帝王ですね。帝王様がフレンドでついてきてくれます。では参りましょう。先生確かいたはずなんですけど、まあいいでしょう、行きましょう。もう関係なく、ソナーオンがあるおかげで何も考えずにね、スマッシュスマッシュスマッシュいきます。もう位置がいいですね。さあよしよしよし、はい、倒せました。そして最終ラウンドですね。3ラウンド目です。ちょっと場所が悪いですね。少し外れるようにして走って、もうね、タルカス以外は、タルカスじゃない、ブラフォード以外は倒せましたね。じゃあブラフォードはもう CS でね、倒していきましょう。もう倒せたかな。うん、倒せましたね。はい、通じ倒せました。はい、クリアですね。無事クリアすることができました。ありがとうございます。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。続いてはフロア、極上フロア4ですね。最終フロア攻略していきたいと思います。ではラスト舞台